はい、本日はですね、こちら水サワーダウンのゴアテクスを購入しましたので、こちらご紹介していきたいなというふうに思います。ということでね、すいません、お待たせしました。先月10月にね、カウカウ言っててね、あれ動画出てこうへんな、さてはこいつカウカウ詐欺したなと、これ15万もするからこいつ口だけ言って買わんかったなと思った方もいらっしゃると思うんですよ。僕もそう思いました。危ねえってことでね、まあ、ギリギリ購入できたんですけども、まあ、パってね、今まで画像とか見てる感じやったらそんなんかハイスペックじゃないんかなみたいな、見た目もあんま変わらんよな普通のバージョンとかって思ったんですけど、やっぱゴアテックスバージョンでしょ。あの実際触ってえらいちゃうし、そのためになんと今回からカメラを新しくしております。グレードをぐんと上げておりますので、より質感が分かりやすくなったり、あ、こういう雰囲気なんだねっていうのが、ね、分かりやすくなるためにあのカメラを変えたので、僕のちょっと肌ツヤも綺麗に見えるぐらいな感じになってるでしょ。なのでね、いいものを導入させていただいたんで、あの下手したらちょっとあのダウンより高いんじゃないかということで、まあ、頑張って購入させてはいただいたんですけども、ちょっとその前にね、僕のね、ちょっと新しいね小道具が増えました。あのクリスマスシーズンやからということでね、これレザーの、クリスマスツリーがねこちらございます。でこれはパッて見てもらったらね、でもこれはもう完全に全部、本革の、レザーで作っているようなので、まあ、もしねまた気になる方いたら動画説明欄から見てみてください。あのちょっとクリスマスまではねここに飾っとこうと思ってますので、この右下のところにね、あ、左下かな、飾ってたらね、あ、これクリスマスまで飾ってんねんなと思ってね、見ていただければいいかなと思うんですが、そんな感じでここに置いときますね。はい、ということで今日の流れとしてはですね、まずはこの外観を見てもらって、次に僕が着用していきます。その後はその通常バージョンの水サワーダウン、それと比較していって、ほんでもっとね、あの分かりやすくした方がいいなと思ったんで、サイズ感も実は変えました。今回の水サワーダウンのゴアテックスは XL サイズを購入します。で普通バージョンの水サワーダウンは L サイズをね購入してますので、まあ、その辺のサイズ感を見てもらって、次はじゃあ性能ですね、どれぐらい性能5万円も上がってるからね、それはだいぶ変わってんちゃいますというところを見てもらって、最終的にはまあどっちなんですかと、まあ、僕個人的にはねこっちでええと思いますよとか、むしろこっちじゃないとダメやと思いますよみたいな話をしていきたいなと思いますので、まず外観から見ていきましょう。ではズドン、こんな感じでね、実は首元から若干違うんですよ。この首元のところがね、なんていうやろな、こうなんかボタンがついてるんかな、ちょっとこのボタンは外せるんかもしれん。そうですね、こうパチンパチンってね外していけますので、フードなしバージョンにも切り替えができると。あ、これは普通の通常バージョンではなかったですね。ゴアテックスバージョンしかなかったんかもしれませんが、それがあると。次はポケットですね。ポケットは両脇にポケットがあって、さらに止水ジップが採用されてて、この止水ジップは普通のいつもの通常バージョンと一緒ですね。このメインのジップも止水ジップが使われておりますね。はい、なのでまあ言ったらゴアテックスやし、止水ジップ使ってるからもう全くね濡れへんというような仕様になってます。でさらに脇のところにはもちろんベンチレーションもねついておりますので、まあいつも通りの感じですかね。ではね、裏返していきますと、裏の様子もね、まあ特にあの何も変わりませんわ。まあ、フードが外せますよだったりね、まあ、そんな特にこだわった仕様はなさそうですね。あ、それと袖にねゴアテックスって入ってますね。こんな感じでゴアテックスって入ってます。そして質感なんですけど、若干ねシャカシャカした感じって言ったらわかるかな、なんかマットな感じじゃないですか。水サワーダウンで結構、マットなサラーっとした感じだけど、これに関してはねちょっとシャカシャカした質感やから、どっちかというとノースフェイスのこう生地感に近いというかね、上品な感じというよりかはなんかこうガシガシするような質感にちょっとアップデートというかゴアテックス仕様になってますね。では次は水沢ちゃんをね着用していきたいなと思いますので、ちょっと部屋をチェンジします。じゃん。はい、ということでこちらへね来ました。このゴアテックスで付いてる方が新しいモデルね。でこの普通バージョン、これを一度ね袖っか見たらね、あ、確かにデサントのマーク入ってますなということで、これが水沢ダウンのその11万円バージョンで、このゴアテックスのこれ15万円バージョン、合わせて26万円バージョンということになってるんですけども、じゃあまずこの高い方、お高い方ちょっと着させてもらいましょうよ。僕初めてこれ今から袖通します。あ、開けるとあれですね、ゴアテックスって入ってますね。こう水サワーダウン、そしてゴアテックスって入っててね、でもここ以外はゴアテックスって分からんのよね。せっかく15万出しても誰も気づいてくれへんと。はい、では着用してみました。あ、どうなんやろうな、微妙にアップデートされてるな。このね袖とかが分かりやすいかもしれん。普通ってこの袖のとこってこうまっすぐ行くじゃないですか、じゃなくてね、ちょっとなんていうのかな、こういう風に手の甲の部分だけグイーンってこう盛り上がって、なんか覆われてる感があるんですよ。でまたこの手の手首のところになったらこう低くなって、さらに手の甲になったらまたグイーンって上がってきてるみたいなね、ちょっとこのカッティングの仕様がちょっと違いますね。まあ、通常バージョンの方はね、こうなんやろな、まっすぐズドーンといってるんですよ。こうズドン型でしょ、でこっちはねちょっと吸引型になってるでしょ。まあ、その辺が違うし、あとスノーカフついてるのも一緒ですね。この裏側にねスノーカフって言って、この下からね腰のところからこう雪とかが入ってこうへんような仕様になってるっていうところもまあ一緒ですけど、まあこの動画見てくれてる人だったらもうスノーカフは知ってますよね。15万のダウン買おうと思ってはる方はね
スノーカフ知らんって人はおらんと思うんですけど、まあそんな感じですよね。はいはいはい、僕まあ XL でも全然いけますね、サイズ感的にはね。ではね、次はね、一番上までねキュッて締めてみたいなと思います。一番上までキュッて締めていくとね、あのしっかりね首元まで覆われてるし、まあ、ちょっとねこれタグつけとったらねあれやからね、ほんま分かりやすくタグはつけたんやけども、タグつけたらちょっと雰囲気わからんで言われて困りますので、ちょっとタグは外しといて一番上まで締めていくと、まあ、首元からね侵入とかもしっかり防げるやろうなというような仕様になってるし、なおかつこの裏側見て、この裏側のところ、この顎のところにはねモフモフつけてくれてるからね、よりねちょっとハイスペックなね、もうほんま細かいところですよ、この首のところとか、ちょっとこの手首のカットのところとかね、やっぱちょっとね仕様は変わってますね。まあ仕様変わってるっていうか、なんか仕様が追加されてるような感じかな。ではね比較をしていきましょう。こうやってバッて開けた時にね、このゴアテックスの方にはゴアテックスって入ってますね。でゴアテックスじゃない方には水沢ダウンとのみ入っております。で首元になんか水沢なんとかなんとかって書いてるけど、これはこっちもなんとかなんとかって書いてくれてるから、まああんま変わりませんね。ちょっとピントが合ってないな。よし、あったな。で両方ともねブラックなんですけど、ちょっと見てわかります？このゴアテックスの方がちょっとシャリシャリした質感というのがな、ちょっとねこう比べた時にね、この左側のゴアの方が若干こうシャリシャリした感じで、その通常モデルの方がちょっとしっとりしたね生地感が採用されているので、こう並べると同じブラックでも若干色味違いますね。で後の仕様はね、ポケットの高さとかもね、まあ、同じような高さにあるし、深さもね同じような感じだし、このステッチの縫い方とかもね同じような感じでしょう。まあ、なので細かいところで言うと、この首元ですね、ゴアテックス用にはこのフリースが採用されてて、このゴアテックスじゃない方はねそういったフリースとかは採用されてないので、まあ、その辺がね違いかなと思います。あとはまあジップの仕様とかも一緒やし、ここのねメッシュ使ってたりで、こっちもねメッシュ使ってます。で袖口がね、さっき言ってたのこれわかります？横スコーンじゃないでしょ、こうもっこりなってるでしょ。でもね通常バージョンこれ横スコーンなんですよ、ほら横スコーンなってるでしょ。でもこのゴアの方は片面もっこりバージョンでしょ。この辺が若干ちゃうと。それとやっぱ首元もちゃいますね。ちょっとフード外してみましょうか。フードはね、ここのボタンをポチポチって外して、両方ともねこの裏側からポチポチって外して、最後にねここジップあるから、ジップポイーンって外したらね、こんな感じでフードなしバージョンになりましたね。じゃあこれ一回着てみましょうか。水沢ダウンのフード内ってどうなんやろうな、ありなんかな。あーこれは確かにいいかもしれんすね。このちょうどね腰のところとかも隠れてるし、で変にね丈の長い感じでもないし、これだフードなしで行っちゃってもいいかもしれないですね。ちょっとヌプシ的な感じで。いかんせんねこれ今年出たばっかりでしょ、だからまだ分からないんですよね。いろいろ分からんことはあるんやけども、あこの首のとこにはねダウン入れてくれてますわ。これこれ言うてたやつこれなんよ。ここはねフードなんか入れんでいいよ、ダウン入れといてくれよ、ということで水沢さんよう分かってはりますねいう感じでしょ。だから僕やったらね個人的にあんまりそのフードついてるのあんま好きじゃないからね、ここゴシャゴシャしたらね着んのめんどくさいでしょ、あもうグワーってなるからね、これフード外しといて着るっていうのはね、あいいかもしれませんね。僕あんま正直トイレとかあんまりかなとかって思ったけど、これフード外すとあいいやんと、まあその分軽くもなるしね。そんな仕様ですね。で着用感的にはですね、これフルフォー着てなかったかな、僕今現在着ておれるのがこっちで着ますズドン XL サイズですね。 XL サイズで着用してますが、もともとこのデサントのやつがね若干ちょっとタイトめなんですよ。だから今僕ロンティ1枚、黒のロンティ1枚しか着てませんけども、まあこの中にねもう1枚なんかトレーナーとかスウェットとかかまそうと思ったら全然かませるぐらいやし、微妙に余裕があるかなみたいな。フリースの分厚いのは余裕入れられへんけど、まだあと1枚ぐらいやったらかませるでいうような感じなんですが、このインラインの方のね通常モデルの11万の方は L サイズなんですよ。だから若干サイズはタイトめにします。もうこれに関してはもうロンティしか着られへんようなぐらいのサイズ感で、前をねギュッて締めてあげるとね本当にもうジャストサイズ。まああとはそのシルエットがどっちが好きですかよね。こうちょっとゆったりしてる方がいいよっていう人はね、普段サイズユニクロとかで買ってあるサイズ、あのこれ見てはる人ユニクロなんかちょっと分からんけども、ユニクロが L サイズやったとしたらもう一個上げてもねゆったり着れるというか、そうピチピチにはならへんと思うんですけど、まあピチピチがいいねんっていう方はね、普段ユニクロで M 着てるんやったら M 買った方がいいし、いやちょっとゆったりがいいっていう方は M じゃなくて L の方がいいやろしいっていうことで、まああくまでスポーツブランドがね出してるやつやから、ちょっとまあ細身は細身ですよね。ただね細身で作ってあってもねこれちょっと伸びるんですよ。だからねちょっと行きますよ、背中のとこねグイングイングインってこれ伸びてるの分かります？だからまあこれはねあの元々の従来のいいことやけど、これ5は伸びるんかな、あ伸びませんね、ゴアテックスも伸びひんわ。だから普通のこっちの方はサイズ選びます、あの普通のタイトモデルでもいいしちょっとオーバーでもいいけども、ゴアの方はねもう一個上の方がいいかもしれないっていうのを伸びひんから、グッてねリュック背負うとかちょっとなんか高いもん手届かすとかなんかなった時にこう突っ張るんですよね。だからまあこれ伸びひんのはちょっと意外で
でしたね。あ、若干伸びるか。若干は伸びるけどこっちの方が全然伸びますね。なるほどなるほどなるほど。いや面白いな。はい、ということでね、まあサイズ感とか見てもらって、まあ性能的に言いましょう。じゃあどっちが性能高いのと。それは15万出してるから高い方がいいよねということかもしれないんですけど、実はそんなこともなくてね、性能的に言ったらね、街中でこう着てる時はっきり言ってどっちも同じなんですよ。風通さへんわ、雨通さへんわ、そんなに性能として大きく違いはないんですよね。なんかこれ入ってるぞ。あ、出ました、この水沢ダウンの保証書。この買ったら絶対ついてくると言われる水沢の保証書ですね。こんなカードもついてね、ダウンの保証書って書いてますけど、こんなペラ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 めくっていくとこんなこといろいろ書いてますわ。ダウンの性能やないんやって、まあ、なので最終的にはね、まあどっちなんて言われるとね、まあ、性能で差をつけるというよりかはどっちかって言ったらこう着心地がいい方で言うと、やっぱり元々のラインの方がね着心地はいいと思います。っていうのもやっぱ伸びたりするし、体に沿うように作られてるから着心地はまあいいかなと。ただその代わりサイズの選択肢がないんですよ。もうほんまにジャストで着るか、まあちょっと上からで着るかなぐらいな感じやけど、あまりにも大きくするとね、こうどんどんシルエットがね崩れてくる感じっていうかな、ね、やっぱスポーツモデルやからね、スポーツウェアとかってあんまオーバーサイズで着ないじゃないですか。だからどうしてもね、こうちょっとシルエットが崩れやすくなるんやろうけども、まあ、このゴアの方がね、どうしたらファッションテイストで作ってあるから、極端な細身でもないし、でなおかつ性能的にはね、ゴアテックスをつけようと思ったらね、ありとあらゆる試験やってね、めちゃくちゃもうテストにテスト重ねてるから、もう 100% 防水ですよと。どんなことがあってももう濡れませんよというのがもう保証されてるんで、まあ、こういったね、ジップの上っ側にね、こういうフラップをつけて、よりね、この雫でこう水でこう濡れへんようにね作られてたりだとかもしてるし、それ以外にもこの手の甲の部分が長いでしょ。だから例えばこう自転車乗ってる時とかもしっかりこの手の甲を、まあバイクもそうですけどね、守ってくれるとかも多分おそらく考えられてると思うんですね。まあなのでさっきも言ったみたいに性能でこう分けるっていうよりかは、その自分がどっちをこう着てるかなみたいな、どっちの方が着やすいかなみたいな。だからバイクとか乗るんやったらね、そんな動かへんじゃないですか。だから別にストレッチする必要がないんですよね。なのでまあこっちのゴアテックスの方がいいかなとか思うし、さらにこう動くんやったらやっぱりこのストレッチあるね、従来の方が動きやすいんちゃうかななんて思ったりはするんですけども、まあそんなところがね、水沢ダウンの今回のゴアテックスとの比較でした。でね、多分これ見ていただいたらね、いやほんなら5万高い方いらんやんけと、安い5万安い方でも10万するんでしょと、ほんならもうその10万の方でええやないかと思うかもしれないんですけどもね、やっぱりゴアテックス使うってそれだけすごいんですよ。僕まあゴアテックスおじさんじゃないですか。やっぱゴアテックス使わそう思ったらね、そんだけ金もかかってくるしね、絶対的な信頼なんですよ。ゴアテックス使ってるってことはもう 100% 間違いないんですよ。どんなもん買っても間違いないっていうのが保証されてるのがゴアテックスなんで、もう絶対に失敗したくないっていう方はね、ゴアの方がいいんかなとかって思うし、まあまあその辺は用途を見てね、見たらいいんかなと思います。まあ僕はね、今回ちょっと買ってみたんですけども、これからね、どんどん着ていかんとね、まあ微妙なところもしくは逆にいいところっていうのを気づけないと思うんでね、まあこれからガンガン着ていこうと思います。例えばナンガのダウンジャケットも最近着てるんですけどね、ちょっとねやっぱ微妙なところあるんですよね。やっぱ着ていくと分かるなっていうことがあったりするので、このゴアテックスの水沢もね、またいろいろお話していきたいなと思いますので、本日はこの辺で終わりたいなと思います。ということで本日はですね、水沢ダウンのゴアテックスを紹介してみたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。